巨人阿部監督、もう攻められないピッチャー陣は、一体誰を攻めるんやろか？バントできない大城がクソ。西舘も船場様も高梨も失点したけどようやってたと。大城は干されてる。打たない奴ら。リードうんぬんは関係ないと言いたくなるけど、渡来のグラスラだけはちょっと擁護できん。リードが全てやないが、グラスラの時の大城の配球はなんやあれ。さすがに6球連続スライダーはないわ。西舘酷使してるお前のせいだろ。今年の大城は例年よりキャッチングがあかんって聞いたわ。星としては致命的やろ。リードにも影響するし。むしろベンチ指示じゃない？指示なしで大城がこんなことするとは思えんわ。打撃も今年は不調だからな。保守争いで負けてる。阿部がバカ正直な戦い方ばっかしてたら相手も対応しやすいだろ。マジで大城マスクの試合で負けてるから、阿部はほら言った通りだろってなるし、大城はきついしで終わりやね。明らかに大城狙い撃ちなの。草もうトレードで放出した方がええやろ。よそ行ったら活躍しそうやしな。大城、阿部野球に対する大城のささやかな抵抗だったのかもしれん。まるでキャッチャーが悪いみたいな言い方ですね。大城は打てる星っていう圧倒的な強みがあったからな。 OPS5 割台じゃ叩きたくもなる。そら自分のストロングポイント否定されてバント練習させられたら調子も悪くなるだろ。 FA した先で活躍するって年齢でもなくね。阿部がベンチから配球指示すれば、壁性能と打撃力高い星を優先的に使えるんじゃね。ご視聴ありがとうございました。